はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、視聴者の方からリクエストがありましたので、こちらですね、高校生物の語呂合わせで、古典的な進化、ね、こちらの覚え方をね、語呂合わせやっていきたいと思います。で、まあ、全部で4つですね、この1、2、3、4、その説とそれをね、唱えた人のね、組み合わせ、こちらをね、覚える語呂合わせをやっていきたいと思います。で、まず最初がですね、このラマルクという人が考えた、そのね、この生物が進化する理由というので、洋不洋説というのをね、唱えましたと。で、よく使われる器官は発達し、使われない器官は退化するよ。ね。だから、まあそのね、その生物が、よく使っている器官がね、発達していって、ね、あんま使えない器官っていうのは、こう、だんだん衰えていくことによって、こうね、生物が進化していくとね、で、いろんな種が出てくるというふうに考えたと。で、次が、ダーウィン、ね、ダーウィンの、自然選択説。これは、環境に適したもの、適者が、自然環境から選択されて、まあね、生き残っていく、生存していく。まあ、適者生存っていうやつですよね。だから、まあ、その、強いものがね、強いものとか、優秀なね、生物が生き残るんじゃなくて、ちょうどね、その環境に適したものがね、自然環境から選択されて、その結果ね、生物が生き残っていくよ、とね。まあ、例えば、その、暑さにね、めちゃくちゃ強い生物がいたとしたら、ね、まあ、地球はね、めちゃくちゃこう温暖化して暑くなったら、そのね、暑さに強い生き物が生き残って、ね、暑さには逆にの寒さに強い生き物っていうのはね、まあ、淘汰されていく。ね、選ばれなく、自然環境に選ばれなくて、まあ、絶滅していったりするよという感じですね。自然の環境が、ね、生き残っていくものを選択されていくと。あ、選択していくと。で、続いて3番目が、ワグナーね。ワグナー、まあ、他にも、いるんですけど、隔離説というのを唱えましたと、ね。で、このワグナーという人が言ったのは、生物が、地理的に隔離されることが、進化に影響を与えますよ、ね。だからちょっと例えば、海とかね、まあ、砂漠とか、そういうふうに、まあ、地理的にね、こう、なんかこう、ある生物とある生物がこう交わったりしないような状況ね、そういうふうに地理的に、隔離されることね、こう離されることによって、種、生物の種がね、分かれていって、でそれが進化に影響を与えますよというふうに言いましたと。で最後、4番目が、ドフリースね、まあ、これ突然変異説ですね。で、まあ、生物のね、進化していくのはこう突然変異、そのある生物の種があって、ね、その生物の種がね、いきなりこう今までと違うやつがね、違う生き物、個体が、こうね、突然変異で現れることによって、進化が起こるんじゃないかというふうに考えましたよ、と。で、まあ今ね、これ順番に4つ言ったんですけど、まあこれのね、途絶えた人と、このね、説の組み合わせを覚える語呂合わせね、こちらになります。ラーメン用の出汁は、がっくり、ドブに突、ね、まあラーメン用のね、出汁をね、このラーメン屋さんが作ったんだけど、ちょっとね、味見したら、わー、がっくり、美味しくなかったということで、まあ、ドブに突す、ね、まあ、捨てちゃったよという感じで、覚えてもらうといいかなと。で、まあ、ラーがね、このラマルクのラ、ね、ラーメン、用が、用不用の用、ね。で、次が、出汁の、だがダーウィンのだで、死が、自然選択の死、ね。で、ワグナーの、わ、ね。で、がっくりが、まあ、隔離。で、最後に、ドブがドフリーズのドフ。ね。トツが、突然変異のトツという感じで覚えてもらうといいかなと思います。今回はね、以上になります。他にもね、こういう語呂合わせとか、解説動画をね、アップしてほしいというリクエストありましたら、下のコメント欄にコメントお願いします。あとね、竹の子塾の Twitter、Instagram のフォローもお願いします。リンクはね、下の概要欄に貼っておきます。では今回は終わります。どうも、ありがとうございました。